トーマス・エジソン、トーマス・アルバ・エジソン、トーマス、アルバ・エディソン、1847年2月11日から1931年10月18日は、アメリカ合衆国の発明家、企業家、スポンサーの JP モルガン、秘者のサミュエル・インサル、そしてメロン財閥と、アメリカの電力系統を加線した。日本では長らく、エジソンという表記が定着しているが、DI、 を意識して、エディソン、エディソンと表記する場合もある。1847年2月11日に、オハイオ州マイランで、父、サミュエル・オグデン・ジュニア、1804年8月16日から1896年、オランダ系と、母、ナンシー・エリオット、1810年1月4日から1871年、スコットランド系の間に生まれた。 トーマスは彼らの7人の子供の末っ子、7番目の子供で、トーマス・アルバが7歳の時に、家族はミシガン州ポートヒューロンに移った。幼少期の通称はアルであった。少年時代のトーマスは異常なほどの知りたがり屋であった。小学校に入学するも、教師と馬が合わずわずか3ヶ月で中退した。当時の逸話としては、算数の授業中には、 1プラス1イコール2と教えられても鵜呑みにすることができず、1個の粘土と1個の粘土を合わせたら、大きな1個の粘土なのになぜ2個なのと質問したり、英語の授業中にも、A、A はどうして、P、P と呼ばないのと質問するといった具合で、授業中には、ことあるごとに、なぜを連発して、先生を困らせていたという。そのような好奇心は、 学校内に泊まらず、課長の卵を自分で孵化させようとして、卵を抱きかかえてガチョウ小屋の中に何時間も座り込んだり、なぜ物は燃えるのかを知りたいと思い立ち、藁を燃やしていたところ、自宅の納屋を全焼させるなどの事件を起こしたこともあった。これらが重なった挙句、最終的には担任の先生から、君の頭は腐っていると吐き捨てられ、校長からも、 他の生徒たちの迷惑になると言われ、前日の通り入学からわずか3ヶ月で退学することとなった。学校教育に馴染めなかったトーマスは自宅で独学することになった。トーマスが特に興味を示したのは科学の実験であった。科学実験に没頭した少年時代、人間が空を飛べるようになる薬を作ろうと試み、ヘリウムガスをヒントにして薬を自作し、友人に飲ませた。 エジソンの目論みとしては、その薬を飲むと体内でガスが発生し、その浮力で人間が浮き上がるはずだったが、実際には薬を飲んだ友人が腹痛を起こして、もがき苦しみ、大騒ぎになった。普段は、エジソンの行為に理解を示していた母親も、この件に関しては激怒し、人体実験を行うことを厳しく戒めたという。エジソンはその後も人間が空を飛ぶという夢を、 追求したが、口実の通り、またもや人命に関わる問題で挫折することとなる。少年時代のエジソンは、持ち前の好奇心が講じて、自らの手で新聞を作り、列車の中で売って評判になったことがあった。しかし、ある人物を皮肉った内容の記事を新聞に載せたところ、これを見て激怒した本人から暴行を受け、これに懲りてエジソンは、新聞作りをやめたという。また、 15歳の時には働いていた鉄道の駅で、まだ幼い駅長の息子が汽車に轢かれそうになったのを、つけたことがあった。エジソンはそのお礼として、駅長から電信の技術を教えてもらい、後に彼が技術者としての人生を歩み始めるきっかけを与えてもらったという。このような少年時代を送ったが、その後母親も手伝って、発明を複数言った、という。 1864年17歳の頃のエイジソンはカナダの駅で夜間電信係として働いていたが何事もなければ一晩11時間おきに勤務についていることを示す信号を送るだけという退屈な仕事に飽きてし時計を使って電信機が自動で電信を送る機械を発明した電信を機械に任せて自分は寝ていたところそれまでと違って 全く誤差なく正確に1時間おきに電信が届くようになったことを不思議に、異様子を見に来た上司に、お前が寝ていたら定時に連絡する意味がないだろうと怒られた。これがエジソンの最初の発明だった。エジソンは1868年21歳の時に初めて特許を取得した。それは電気投票記録機に関するもので、 議会における賛成票と反対票の数を押しボタンで瞬時に集計し投票にかかる時間を大幅に短縮できる画期的な発明となるはずだった。だが売り込みを受けた連邦議会や各州議会は投票中のフィリバスターや交渉が可能であるの維持を選び全く採用されなかった。エジソンはこの苦い経験を通していくら立派な発明でも人々が喜んでくれなければ 何の意味もないことを痛感し、その後は、周囲の人々の意見や要望をよく聞いてから、発明取り組むようになったという。その翌年の1869年、エジソンが22歳の時に特許を取得した、株式相場表示器は、業界から大いに歓迎され、その特許権を譲ってもらいたいという申し出があった。最初、エジソン自身は5000ドルほどで特許権を売る、つもりであったが、 実際には4万ドル、現在の日本円だと約2億円相当で買い取られ、エジソンは当初の予想より8倍も高い金額を提示されて、心臓が止まるかと思うほど驚いたという。こうしてエジソンは発明家としての人生を本格的に歩んでいくことになった。1877年に蓄音機の実用化、商品化で名声を獲得、ニュージャージー州に メインドパーク研究室を設立し、集まった人材を発明集団として機能させるべく、マネジメント面で辣腕を振るった。後年の電気ではこれを集合天才、コレクティブゲニウスと呼んでいる。研究所で電話、蓄音機、つまり、録音、再生装置、電気鉄道、鉱石分離装置、電灯照明などをやつぎ早に商品化した。中でも注力したのは、 白熱電球であり、数多い先行の白熱電球を実用的に改良した。彼は、白熱電球の名称を、ゾロアスター教の光と英知の神、アフラマズダーから引用し、マズダーと名付けている。この特許の有効性について訴訟が起こり、裁判で特許、番号223、898が有効と判定されるまでに時間がかかった。一方で、 白熱電球の売り込みのための合弁会社を成立。直流の電力を供給するシステムを確立させる。1887年にニュージャージー州のウエストオレンジ研究室に移る。ここでは動画撮影機器ネットグラフを発明したと言われている。が、実は部下のウィリアム・ディックソンの発明である。1893年にはウエストオレンジ研究所の敷地内に アメリカ初の映画スタジオ、ブラックマリア、エディソン、S ブラックマリアを設立し、ウィリアム・ディックソン、ウィリアム・ハイセオ監督に、キネトスコープ用の白黒フィルムを制作し始めた。1901年にはマンハッタンに、1907年にはブロンクスに、新しい映画スタジオ、エディソン・マニファクチャリング・カンパニー、後にトーマス・エー、エディソン・インクと改名を開き、 約1200本のフィルムを制作した。ゴールデンロット、ゴールデンロットは妙、セータカーは脱走からゴムを取るのに成功したとも言われている。鉱山経営などにも手を出すが失敗。高齢となって、会社経営からは身を引くが、研究所に小森支社との交信の実験、霊界との通信機の研究を続ける。 1914年12月に研究所が火事で全焼し、約200万ドルの損害をこむったが、臆せずその後も死者との更新について関心を持ち研究を続けた。1931年10月18日、84歳でその生涯を終えた。エジソンは生涯に2度結婚しており、それぞれ3人ずつ6人の子供を設けている。エジソンの功績は、 類稀まれなものがあるが、改良発明も多く、盗作疑惑のあるものや、誹謗中傷を受けたものも多い。これは彼自身の性格に起因する面がある一方、エジソンの遺産相続の紛糾に起因する面もある。発明の中には、エジソンがゼロから思いついたものなのか、他人のアイデアを改良したものであるのかが、すでにわからなくなってしまっているものもある。アメリカの発明家、チャールズ・ケタリングの 成功の99%は今までの失敗の上に気づかれるという言葉からわかるようにエジソンの発明の本当に最初の発明ものを決めるのはンである。エジソンには超自然的、オカルト的なものに見せられていたという一面もあった。ブラバツキー夫人やバートリーズの高齢術を信じていてブラバツキー夫人の開く新地学会に出席した子もある。また、 来世を信じ、ご半生は死者と交信する電信装置、スピリットフォーンを研究していた。ただし、あくまでエジソンは合理主義者を自負しており、1920年代を通じて常に自由思想家協会を支持していた。エジソンは人間の魂もエネルギーであると考え、宇宙のエネルギーの一部であると考えていた。エネルギーは普遍なので、 魂というエネルギーは人間の死後も存在し、このエネルギーの蓄積こそが記憶なのだと考えていた。エジソンのことによれば自分の頭で発明をしたのではなく、自分自身は自然界のメッセージの受信機で宇宙という大きな存在からメッセージを受け取って、それを記録することで発明としていたに過ぎないのだという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。